ソフトバンク 920SC はサムスン電子によって開発されたソフトバンクモバイルの第三世代携帯電話端末である。フォトスのペットネームを持ち、宣伝ではこれはソフトバンクのカメラですと銘打たれた。有効画素数500万画素の高繊細イメージセンサーを採用しカメラ付き携帯としては珍しいキセノンフラッシュ搭載、高額3倍ズーム搭載、 豊富な撮影モードなどその名の通りカメラ機能にこだわった端末となっている。この端末以降ソフトバンク端末で光学ズームを搭載したカメラ機能にこだわった端末は出ていない。AC アダプタやパソコンとの接続ケーブルを接続する外部接続端子はソフトバンク共通タイプではなく独自規格である。これまでも サムスン製端末は AC アダプタ端子に独自の形状を採用してきたが 920SC では従来のサムスン製端末に採用された端子とも違う端子を採用している。同じサムスン製端末から乗り換える際にもケーブルの使い回しが効かないので注意が必要である。またこれ以降に発売された 820SC。 821SC は 920SC と同じタイプの端子を採用している。を押しながら電源を入れると端末のバージョンを確認することができる。ありがとうございます。